はい、皆さんこんにちは、ロサンゼルスロコユタです。急遽動画を撮っております。今ですね、シタデルアウトレットにいるんですけれども、今日ねお仕事が終わった後、シタデルアウトレットのドジャースのクラブハウスが今年からできたので、そこでねあのジョジーとかまだねプリントはしないと思うけど、ちょっと見に行こうと思って来たんですね。そしたらなんとプリントのところに大谷っていう文字が見えて、大谷セブンティーンっていう風に、ね、プリントをしてたんですね。で、大谷さんってもう17番で決まったのって言ったら、今プリントしてるオフィシャルだよみたいなこと言われてね、ちょうど今ねもうじゃやってもらおう、もうすぐなくなっちゃうからやった方がいいよって言われて、もう今2枚買ったんですね。1枚買うと次の1枚がハーフオフってなるってことで、半額になるってことで、青と白を作ったんですけれども、今ねプリント待ちということで今待ってます。急遽動画撮ってるんですけれども、これから、プリント代で60ドルとかレター代でねいろいろかさむので、2枚で、2枚目が半額になったといっても、2枚で、300いくらだったかな、タクシーで320ドルぐらいだったんですけれども、インターネットで売るようになってからはもうちょっと安く売るのかな、わからないんですけども、ちょっとびっくりして今急遽動画撮ってます。今ちょっとプリントやってるのでその様子見ていきたいと思います。はい、帽子とかもねアウトレットにあるからめちゃめちゃ安いのかなっていうわけではないと思ったんですけども、そういうわけではなくて、でもねここでいろんなこういう、カスタムのなんていうかワッペンみたいなのもしてもらえるので、帽子とかジョージとか何でもしてもらえるみたいです。ここでは帽子45ですね。これは直角のやつだけども、はい、今ちょうど私のやつかな、やってくれてます。Can I record when you're doing the press? Yeah. Give me 1 second. Okay, thank you. Is this the first day you print the Otani one? Yeah. Oh, woohoo! Just 10 minutes before you walked in. Oh, really? It's up there. Oh, yeah! 本当だ! I didn't know that. You guys got a call or something? Okay, it's good. 17 or something. This is not mine, right? Is it? It's not yours. Oh, yes! Thank you. すごい。いや、すごいです。もう多分ね、じゃあもうチームストアでもやってるんだと思うんですけれども、ここ本当に今日来てよかったな。でもね、バイワンゲワンフリーで今2点までしか1人買えないって言われたんですけれども、結構女性物はねサイズがあんまりなかったんですけれども、男性物はシタデルアウトレットめちゃめちゃ揃っております。はい、すごい。フィティットの帽子はこちら辺ですね。ベースボールキャップ私好きなので、このカーブしてるやつが好きなんですけれどもね、ブルーね、もう一個買いたいんですけど、あんまり似合わなくって、やっぱこういう色とか、こういう色とかの方がなんかちょっとファッション、日常的に使うのにはいいかなと思うんですけども、ブルーも一個持っててもいいかなと思うんですが、ちょっと今日は、ハットはやめとこうかなと思います。ホリデーなんでこういうワッペンをつけることもできます。今ねちょうどアナハイムでエンジェルス球場でちょっと写真がなくなったのを見た後だったのですごい、エンジェルス球場に行った時もねすごい寂しい気持ちになったんですけれども、今ねショップにもめっちゃお客さんいっぱい来てて、みんな大谷さんのジャージープリントしてってすごい言ってますね。この辺 T シャツですね。T シャツはまだ大谷さんのプリントはね出てないけれども、ジャージーはねあそこで作れるのでここで作ってるって言ってましたね。 T シャツはだいたい35ドルぐらいかな。ちょっとマジ来てよかった今日。はい、ドジャースのチームストアでも見ましたけど、このねアロハシャツめっちゃ可愛いですよね。いろんなエンジェルスもあったんだけどね、いろんなドジャースにまつわるロゴが散りばめられています。
わいい。これエンジェルスもあったけど、やっぱロサンゼルスドジャースだからこのこうですね。私今両手でできないけど。トレーナーとかはどれぐらい安くなってるんだろうか。でもね、そんなに安くなっ、アウトレットにあるからって言ってそんなに半額とか安くなってるわけじゃないですね。どれぐらいするんだろう。ちょっと奥にかけてあるからちょっと手が届かないな。あれも手が届かない。あ、書いてない。でもね、帽子が公式のところで買うよりもだいたい 20% ぐらいは安いかなって感じですけど、そこまでは安くない感じですね。黒もいいですよね。私作ったの白青なんですけど、あ、これレイカーズの、レイカーズのパクリなのかな、それともドジャースがやっててレイカーズがパクったのかな。ブリンブリンですね。いわゆるブリンブリンやってる人いますよね。まあ、ドジャースのクリアバッグも多分10ドルぐらいかな、これは。あ、21ドルだ。これエンジェルス10ドルで売ってるんだけど。私の1枚目できました。Are you, the team store, do you know if the team store is printing the Otani yet? Where? At the Dodger Stadium? I don't know. Oh! I wouldn't trust going. Thank you very much. 今1枚目プリントしてもらって、今2枚目プリント待ってるところです。いや、もう本当に青のプリントは今日本当に私が入る10分前からプリントしだしたって言ってて、でそれで青のはあなたのが初めてだよって言ってくれて、めっちゃ嬉しいです。いや、今ね、もうあと本当にあと15分ぐらいで本当に次のところ行かなきゃいけないんですけれども、本当来てよかったです。はい、多分もうここでやってるってことはチームストアでももうプリントしだしていると思うんですけれども、もう今ねこれすぐ動画上げようかなと思っております。はい、あと白いやつを待ってもらって、ちょっと写真撮ったらねもうすぐパパって行くと思うんですけれども、まあ、締めの動画撮る時間がないのでちょっとこんな感じで締めますけれども、あさっては私球場のスタジアムツアー前から予約してたので、まあ、それに行ってくるんですけど、その時にね着てきたいと思います。まあ、帽子はちょっと今日は買わないんですけれども、プリントということで17番決定なのかな。もしこれで違ったらどうするんだろう。そしたらちょっと来てちょっとこれ直すよって言いたいんですけども、多分決まったってことだと思います、ここでプリントしてるってことは。なので皆さんも大谷選手のジョージ、手にティームストアでねやってると思いますので、買いに来てください。シタデルでもやってます。ちょっと今ねもうレタープリントするレターがいつまであるか分かんないって言ってて、ちょっと今日分のはもう売り切れたって言ってるので、シタデル後でもしあれあるかもしれませんし、ないかもしれませんので、もう今日私が来た時には10分前からそのプリントを始めたってことで、もう奇跡の瞬間に立ち会えたので、もうめちゃめちゃ嬉しいです。ということでご覧いただきありがとうございました。めちゃめちゃ速報の動画になりました。バイバイ。